パズドラ王妃の武藤俊でーす。はい、ねえ、はい、手に手挙げ、ねね、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 舞踏神殿だからね。そう、一回こっきりのね、舞踏神殿ですよ。ね、そう、踊っていきたいですね。うん、うん、ね、踊らされるのはどっちでしょうかね。で、あとね、しのぶくん来てますからね。うん、お、しのぶくん、しのぶくん、人形忘れてるけど、いいよ、声だけでいいよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。よし、いける、いけますね。いける、外装は余裕だと思う。これ、二人プレイできないね。二人プレイできないんですよ。できないんだったらもうさ、はい、うん、もう2画面で、あのどっちが早いか対決でしょ。うん、はい、うん、準備したよ。うん、さすが。ありがとうございます。幸せ通り。よし、出ますね。よし、はい、ということで、とりあえずはもうガツガツ登っていこう、うん、そうしましょう。何回まであんの？6回ですか、ね、6回か、じゃあ、うんうんうん、1時間あれば大丈夫よし、じゃあ画面こちらです。はい、はい、画面変えましょう、こちらです。ドン。あ、もう、あ、もう、もう、あれか。出てる。出てるね。出てますね。はい。それでは、よし、行きましょう。さあ、メンバーが、うん、これはさゆりんは、うん、あ、はい、もう、もうそっち。私の方はですね、メリディオナリスパですね。メルディオナリスですね。全然違うじゃねえか。ふざけんな。全然違うじゃねえか。メリディオナリス合ってますよ。合ってましたね。あ、ね、ちょっと、どっちがある、なんか、シルブが今、さゆりんが間違えたみたいな。あ、そう、うん。なんか私がいいの、いつも私の方が間違えるからと思って。俺もあっち信じちゃったよ。正しいこと絶対言わないよ。リーダーだけは信じて。ね、はい。はい。ですね、最後ね、はい。そうです。落ち込んなしのね。はい、そうです。はい。私が。で、うん、そしてジャス君が一方。私が、はい、これは私。ラードラーですね。私はもうこれが最強だと思う。まあ、ジャス君といえばラードラー愛好家、ね、そうですね。僕は、そうですね。ね。あの、なんだもうラードラゴンで行くって、ね、宣言してる。ゴージャス動画のパズドラの歴史で言っても、はい、ジャスカはもう長年、はい、ホルスパで頑張ってきて、はい、うん、そこから何にラードラ、ラードラゴンに上がれましたからね。そうですね。まだ2パーティーなんだよね、歴代。だから可能性しかないです。可能性しかない。可能性ね。もうだから僕もうパズドラじゃないから、もう、うん、バズドラだ。バズる、バズってる。バズドラだ。あのホルスパをやめた理由は何だったんですか？火力が足らない。可能性がなくなったからですね。何、これではもう火力足らないです。可能性がなくなったからですね。なくなっちゃった。はい、ということで、本当にどっちがするか今日見せてやるかな。行きましょう。そうですね。では行きましょう。せーの、チャーデンするー。さあ、わー、全然足りないよ。いや、全然足りないな。さあ、では、しのぶくん、解説の方でお願いいたします。はい、1回走は何もしてこないです。本当だ。でも、真っ暗にしてった、ね、この暗闇がハート型みたいなんですね。本当だ。あら、おしゃれ。なにこれ。え、どういうこと。本当だ、ハートになってるじゃん。あ、本当だ。すごいね。スピード対決だった。そうだ。ちょっと待って、でもメガネついてるからワンパンできないよ。メガネ、メガネ、サングラス、メガネね。あれ、変えてきた、変えてきた。見えないからな。俺もチェンジして、もうやる気満々でいくよ俺。これでもうゆっくりにしちゃうんだから。で、ちゃんと本当に勝てるように。ちなみに HP が、アイロデーモンが158万、ブロストデーモンが157万、うん、相手にとって不足はない。タウロスデーモンが156万ですね。あれ、おい、た、ほら、うん、ほら、すごいでしょ。え、あれ何やってんの。やばい、ちょっと、はい、よし、じゃあ復活して追いついてください。いやいやいや、サイリン、いい絵で、また最初から行けばいいんじゃないですか。そうだね。あれ、ちょっと待ってね。面白いな。あれ、ちょっと相性悪いかな、ケーブルと。あ、なるほど。うん、待ってね。いいね。もう一回やってみるよ、行く。変な風に動いちゃった。うん、変な風に動いたかな。じゃあ、リズムがね、ちょっとおかしくなるんですよね。早くしなさいよ。行くよ。さあ、いやー、よいしょ。うわっ、何してくれてんねん、おい。何変えてんねん、これ。緑なくなっちゃったよ。くっそ。あー、足りない。
軽減ちょっと打っておくとかね。やばいやばい、頼むよ。ワンパンでいけなかった。やばいよ。あ、大丈夫大丈夫。あ、動く。なんだろう、不具合がたまに起きるんですね、このライトニングをケーブルを挿して撮影することによって。そうだね、うん、でもしょうがない、それはあの運だから。やべえ、しのぶくんやべえぞ俺。よし、そんな、あ、スキルクイーンされてる。よし、まあウサギとカメみたいなもんでさ。そうだね、うん、うー、やったね、キュー。あーやばい、水をこけたい。大丈夫じゃないですか、モナさんも。あー、これの、でもあー、もう消しちゃった。え、たの、クラゲ楽しい？いやいや、どういうこと？うん、なんか笑ってくれたからね、うん、なんか楽しいことあったのかなって。いやいや、君が楽しかった、君が面白かった。あ、そっか、よかった、よかった。2人とも同じくらいに来ました、ね、え、ほら、うさぎとカメ。海外の人みたい。どういうこと？え、なんか喋り方がさ、海外の人みたいじゃん。あ、何を言ってんの？シノブのこと？シノブが多いっつったから。もう事故、事故だぞこれもう。楽しい、事故だぞ、楽しい、楽しいよ。俺チンパンジーのおもちゃみたいになった。楽しいな。ずっと何言ってんの？みんな面白い。いや、あんたで一番。サイリンは回復がないですが。そうなの、まあ、ここワンパンでやっつけて、ね、うん、先生もないんです。うん、さんが7層まで行ってたんだ。え、負けてる？負けてます。違うんだ、音がないからさ、俺はさ。なんちゃって、全部消すしかない。せな、サイリンは回復必須ですね。そうだね、どんだけ回復してくれるかはちょっと分かってないんだよな。あ、めっちゃ回復する。はい、あの回復倍率も持ってるんで。すごい、すごい、次回復がございましたね。うん、でも先生がないから気にしない。先生？はい、あの、そうです、先生がない。あ、よかったよかった。ふぅ。あ、ヒバイアちゃん見せたかった。うん、さあ、もう最後ですか？そうです、合戦ですね。じゃあもう、うん、勝ちましょう。さらっと、はい、ワンパンチ。はい、クリア。さあ、勝負には負けたけど、ジャス君は必ずクリアしましょう。うん、どうなってるのかないよね。でも、この、めんどくさい、この、このちょっとね、バインドがすげえムカつくんだ、これ。あ、ずっとバインドしてくるんですか？ね、すね、バインド祭りみたいな感じ。今の HP 体だと、水属性モンスターがバインドされるっていう。あー、いや、もう最悪だね、これ。じゃあ、水が入れられないから。いや、もう全然バインドじゃない、ほんとに、もう生きる屍みたいな、ほんとに。いや、何して、もうほんとに嫌だ、もう。あ、これでバインド崩すか、うん、もう、もう怒った、うん、もうほんと怒ったわ。バインドね、消すんですね。ね、いや、ためよ、ためよ、うん、あ、ね、いや、もうほんとに嫌だ、うん、あ、ほら、解除できた。うん、それにそれをやってるか。いや、もうほんと頭くる。ちょっと待ってくれよ、なんでこんなにムカつくの、これ。もう変換、変換ね。いや、もうこの、あ、そうか、キーついてからよ、キーついてから。あー、そうか、開始できないんだ。いや、できるよ、できる、キーついてからさ。うん、キー、聞いてる、まあ、聞いてる、挑戦とかがいたらね。挑戦いねえよ、うん、どうですか、これ。ちょっと待って、90。おー、大丈夫、大丈夫、やられることはまずないよ。
ただもう編集でカットしてくる、編集でなんとかする。色はある、色はある。ずっと喋ってるの楽しいです。楽しいな、こんな、うん、うまい、うまい、うまい、今のうまい、うまい、うまいとかじゃなくて、本当に鍵バンバン落ちてくんだけど、これどこでまずった？いえ、もうあれは先生でついてくる、うん、本当に？そんなないんだ。ここですね、今あの、まあ、光ぞ闇吸収、あ、闇吸収か、闇吸収なんで、比較的突破しやすいですね。回復大丈夫ですか？次の攻撃、次は 99% ダメージなんで。ああ、じゃあまだいい。いや、闇全部消すわ。じゃあいいだ。鍵か。鍵っ子だな、鍵っ子だ。こう、次もいい感じですね。ギャオ来た。スピー813万で、3分の10。色ありますね。はい、これじゃもう全部当てちゃうよ。はい闇は入れない。闇はでもおそらく大丈夫だと思います。で、光を吸うべきですが、はい、消したいですね。うん、出た、しのぶくん4つ大好き。いや、しのぶくんが4つ好きってわけではないと思いますよ。4つするとね、まあ、音は綺麗ですよね、パリンってね。うん、ですね。会話しちゃダメだ。ああ、そうだ、回復ちゃんと考えてるから。おめでとうございます。どうした？まだですよ。待って、音がないからどうなってるか分かんない。今俺ボスだと思ってた。音消してるから今。音がないから今。そうそう、俺ボスだと思ってた今。うんうん、まだだったの？うんうん、まだ。もうこれはすぐ、はい、ここラスト。あ、しかも色全部あります、うん、全部ある。あ、なんだ、びっくりした。今すげえ恥ずかしいよ俺今。一回勝ち抜けただけで、ね、確かに、ね、顔を途中で貼った人みたい。普通に恥ずかしいよ今。本当にガチのやつだよ。さあ、しかし仕留めたいですね、もうね。そうですね。指もついてるし、大丈夫、全部できてますんで。452万。ああ、面白い。誰も、そんな、みんな冷てえなと思ったら。そうそうだね、クリアしてるのって。次あるからね。クリアしてなかったですよね。ゴージャスは面白いですね。大丈夫。かわいいとこあるんだな。ちょっと闇ができてる。え？え？あ、闇できてます。できてる？うん。え？クリアさせる。いや、いけるいけるんかい。いけるいけないんかい。5コンボ吸収。色はまた倍率がない。変換緑ないね。一角使ってみましょう。面白いな、面白いな。いや、緑ねえわ。緑ないですね。もう一回やるよ。あ、お、うん、うん、ギリっすね。大人ないと静かだな。本当に。動画上はね、音ついてるでしょうけれどね。うん、もう行きます、私。こっちは静かなんですよね。光は絶対ですよ。フフ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 フあれ、なんかさっきも見たな、それ。ブレオーって恥ずかしい。よし、はい。お、ジョス君も同じパターンですね。あの、パッと見て、それがいいのかなと思ってこっちにしました。はい、うん、はい、あー、ずるい、ずるい、ずるい。だってさっきまでこれで行こうって思わなかったんでしょ。思わなかったです。私も見て、そうそうでした。あー、ずるい。やだやだやだ、ずるいよ。やだやだやだね。あー、かゆいかゆい。パーティー的に、うん、あ、ちょっと違うね。はい、そうですね、うん、さあ、ということでこれで、はい、じゃあ条件ちょっと同じ感じだからね。だとしたらゴージャスさんの方が早く行くと思います、うん、今回。いや、難しいですね。ちょっと組むのはそんな得意じゃないから。僕も本当に素人なんでちょっと怖いです。うわー、あなた使わしてる。顔見てないで顔してるんですよ。顔見てない。難しいよ。難しい。クラゲはクラゲダメ。ダメだった。ここいけないね。見せてやろう、俺たちが見せてやるよ。僕も何回か負けました。うわ、
じゃあ1回でいったら忍ぶ声ってことよ。ほんとだ。じゃあそれではいくよ。せーの、チャレンジするー。忍ぶ声、忍ぶ声。歌みたい。これね、あ、違う、75入ってるのか、また75入ってるんで、さらに闇が入ってるんで、あー、あと108、109か。うわやっぱね、ちょっと変なんだよね、不具合が起きてますね。不具合のせいかな、7コンボしかできなかったの。なんか変に動いたね。そうっすね、今、うん、あいや、何発動されたんですか今もう、HP… あの、いない HP の絶対戻ってくる48000です、48000飛びますね8コンボ基本組んでないと、防御もできてないから、はい、で、防御できてたとしても、ゴールドさんのパーティーだと109足りてない109だ109何してんの。いいじゃんかよ。暇なんだよ。見てなさいよ。このパズルは。同じところばっかりね。いいよ、お前、いいですもんな。面白いですもんね。そんなのクリアした。分かってる。俺が一番持ってる。いいですね、ジャスコね。馴染んでる。はい。ゴージャスさんはもうアヌビス使いですよね。まあでも大丈夫だよ、サイリンも諦めないで、うん、諦めないよ最後まで、うん、分からないってならないでもう頑張る。そうそうそう、もう絶対諦めない。パズドラではね、諦めたらそこで終わるの。他でもそう、他もそう。成長とかね、そういうところとかね、はい、ということで今スタッフの方から、うん、これがラストなんで負けたら終わりですよとのことです。わかった。1,2,3,4,5,6,7,8,9 いけましたね。パズドラ迷子、パズドラ迷子、よし、チャンス。おお、ここ先生、うん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 、もう絶対、あ、やばい、違う、これ根性だ、やべえ、間違った。まあでもいいか、次でぶっ潰せばいいから、これ一回ここで食らって根性溶かして75でスキル発動で向けるしかないですかね。そうですね、スキル発動してジャスコこれで抜ける。はい、10コンボすればおそらくいくと思う。10コンボね、いって、よしよっしゃー、発動した。ジャスコもいける、いける、もう、いけるじゃない、もういった。いや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 、いったぞ、もうさあ、ここで負けたからね、サヤリンは。そこに行ってるの、マジか、おじゃすさん、すごいな。サヤリン行ってる。あ、あれ、どうした。ううん、技術に負けた。は、世界の、世界の、ちょっと待って、忍、うん、君、はぁ、あ、ガード、おぉ、次よ、次、これ耐えらんない。あ、いや、これはもう倒しにいけるじゃないですか、うん、あ、そうか、別にあれか、色関係ないもんね。はい、なんでこの強いんだ。負けないで、私、うん、諦めないんで、最後まで。そうなの、頑張れる、頑張れる、たまに急げ急げ急げ、うん、5,6,7,8,9、よし、いったな、硬いな、カチカチや。さあ、よし、追いつくぞ。お、よし、うん、負けそうない、指、指が強敵、大丈夫、大丈夫、いっぱい組んで、いけいけ、いっぱい組んで、うーわー、微妙に残ってるね。スキル使わないと厳しい。もう全力だね。そうですね。どのスキル使おうかな。吐くかな。レイランかモミジ。モミジ。
レーダーモミジ、モミジ1個。あ、いや、光りすぎる。光りすぎる。レラン。レラン！さあ、いけんじゃないこれ。縦に組んでいくか。10コンボ！そっか、闇属性多いね。そうだね、闇属性も多いね。闇にする。そうですね、白使う。白虎七星人。こう来たら、ですけど、これでうまくいっぱい組めば、ね、そうですね、うん、毎ターン8コンボ10から10コンボすればスキル使わずに突破できるようになっちゃうんです、うんうん、いける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 、あ、そして落ちる、おお、落ちるでよ、落ちるでよ、かなりいいなんですけど、おおし、おお、サイレン抜けた、抜けた、今同じぐらい、お、ジャスクも抜けた、抜けましたね、抜けた。同じです、くっそー、おい、さあ、ここでもうやだ、やめてよ、ここで苦しむが良い、なにそんなこと言うので、この敵はボタン水吸収が入ってます、うっそ、水めっちゃあるし、やられはしないんじゃないですかね、ここは、そうです、耐久はできるんですけど、分かった、HP を減らせば減らすほどしんどくなる、うん、分かった、そうですね、あと水も降りやすくなってる、ああ、じゃあ消しても意味ないってことか、あんまりね、回復は必須です、だサイレンさんの、水属性の配置であれば、うん、全然問題ない、あ、本当だね、そうだね、そうだね、はい、あ、でも水多いけどね、副属性だけだもんね、はい、よかった、どう10コンボ水吸収あるけど、うん、動かない、ジャスコン、これ耐久に入りましたね、あ、硬っ、これも硬いやつか、悩ましいな、ないけど耐えるでしょう、だいぶ繰り返しですね、もうこれ、そうですね、1、5、6、7、8、9、10、よし、いいですね、サユリンのは副属性だったので、うん、結構楽、そこに部分に関してはね、なんだけれどね、硬いね、この2が溶けた後、このキラキラの2ね、はい、これが何が来るかは怖いです、あれですよね、うん、ダメ級かな、あ、いえ、切れるまで待つのもありっちゃありです、あ、そういう感じなんだ、はい、50倍以下にしちゃうと吸収が発動しちゃう、なるほど、お、やばい、あ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 、やばい、お、助けて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 、よっしゃ、バカ野郎楽しそう、いいな、ここで一気に突破したいところですね、どっち、どっち、どっち、ジャスク、ジャスク、ジャスクスキル使って突破、そうですね、ん、これさ、オーブニール、それでもいいですか、まだ違うやつ、それでも大丈夫っちゃ大丈夫です、まあでもこっちの方が溜まりやすい、こっち、これ使う、あ、そうですね、グングニールは取っときましょう、はい、行こう、よし、いよいよですね、ちょっとサイレン、そうですね、ちょっと次吸収入ってしまうときついか、かなりきつくなりますので、ここでちょっと突破したい、やばいぞ、こっちもしたい、ヤモくん、ヤモくん、あー、うん、ヤモくんマイペースいくわ、あ、ここですね、スキルを使っていない、うん、今これはね倒しに行ってないよ、ここは
え、これ 50% 以下にすると吸収が入っちゃうんですよ。100枚以上。そうですね。うん。なかなか倒せなくないんですか。大丈夫。倍率は3し。うん、もうここで机を見つかって指伸ばして落としたそうだ。お、さゆりさんとこ、ね、よっしゃー、すげー考えた、うん、うん、へじゃねえんだ、戦いだぞ、いいじゃん、楽しんで戦いだぞ、これ楽しんでもいいじゃん。これ柔らかい硬い、いや、HP は1200マーク、比較的柔らかい方なんで、柔らかいか、ただ、ハートが6個以上あるんで、つなげつつね、あ、追撃、追撃を使って、もう追撃の言葉を覚えたよ、いったな、これで押したいですか、うん、したしたした、大丈夫、いった、あ、いった、うん、大丈夫、計算できてるか、うん、嘘素直、根性ちゃんね、はい、指ついてるよし、落ち込む、あー来ない来ない、うわー楽しそうだな、楽しいだったらもうもみじ山上、楽しかね、楽しかね、うん、うん、いったでしょ、いったね、やった、スキルって使ってますか、使ってる使ってる、使ってないんだ、あれ使ったでしょ、でもまあちょうどダメージ調整としてちょうどいいって状態です使って指、使って指、指はその前じゃない、あ、そうだった、はい、じゃあ、はい、よかったね、はい、サイリン結果的に OK、 いけたよ、ここで覚醒の方がいいですね、まこれでピックガード入れて、はい、ぶち込むよ、もう、はい、じゃあ、あはははは、悲しちゃった、勝った、なんだこの子も硬いのか、うん、うん、神様落ちないね、嘘でしょ、大丈夫、はじいた、おぉ、はじくよ、なんでこの、ちょっとサイリさんちょっと厳しいですね、なんでこれ厳しいの、機械と相性が私の、サイリさん、俺も厳しいか、落ち込ん、落ち込んの神、抜けたな、うわ、あら、ダメだった、あらあ、俺より進んでんの、ゴージャスさんの場合ここでグングニールが使えるんですよね、グングニールでこれで、はい、ズドン、はい、作戦公開です、さすが指くわえて見てな、さゆりさん、もうもう、いいの、もう燃え尽きたから、ここに燃え尽きたの燃え尽きたよ、これやりたいな、でもな、わかんないわかんない、あー迷子、ハッチ、大丈夫、大丈夫、これ十分十分、ナイスよ、お、いける、お腹鳴っちゃったお腹鳴っちゃったよ、グーグニール、グーグニール、グーグニールしちゃった、グーグニール、パズドラやってるとね、カロリー使うからね、それもゴージャスさんの方は結構楽になってしまう、そうね、そうね、おいしい、楽しそう楽しそうだよ、もうスキルバンバン使って、バンバン使ってんのできたいですがそうですね、もうバンバン使っていきましょう、音がないからさ、これ最後じゃないもんね、最後じゃないです、これあとこれとこの次ともう一つあるんですね、あと2体、はい、
急いで急いで頑張ってくんだよ。落ち込んのかい。あ、大丈夫、でも最初これ絶対に、うん、入れる。これの次の次で味やられたんだよな。20倍以下にすると軽減発生でもやられます。あ、そこまだね。え、あ、そこ使ったんだ。指が、指がやばいな、指やばいから回復、回復を専念します。はい、いいね。うん、いいですね。回復しましたね。おい、ガード。よし、頑張れ。クリアできるかな。指戻して、サイズいくよ。はい、どう、お前お腹鳴るね。グルグニール来るね。来るよ、よく来るよ。グルグニール来るね。来た、はい、次闇属性バインドですが、弾いた、はい、これ石図使って倒しに行く。いいなー、闇だね、闇の男だね。かっこいいね。かっこいいね、うん、この人はなんだっけ、セシル・ルシファー、ルシファー、ルシファー、名前もね、ルシファーって感じだね。何を送ってるんですか、名前がルシファー。こういう感じ、こうね、なんかルシファーって感じだよね。うん、ずっと生まれてこの方ずっと何を言ってるんですか。あ、やばい、残っちゃった。これはどうしよう。そうですね、カーリーか、そうですね、どっちでも大丈夫です。カーリーだな、絶対カーリー。よっしゃ、いいですね、色ありますね、全部ね。カーリー使いました、うん、見えた、見えたぞ、行くぞ。お、また出た、頑張れ、頑張れ、頑張れ。お、来た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 、いける、いける、見えてるから、ここまで見えてる、盤面すごい。人って光が差すように見えるらしいですね。見えるね、本当に、うん、ニュータイプで、ね、バズってる、バズドラだから。そう、バズ出てきた。さあ、うん、弾いた、もう全部使っちゃいましょう。まずこれから使って超暴走、一回ごとも多いんじゃない。スキル発動時に倍率っていう考えですか、うん、あー、なるほどなるほど、うん、臆病で、臆病な感じでいく。わかりました。とりあえずここから行きましょう。レッツゴー。いけるいけるいける。あ、うん、あ、あ、失敗。でも落ち込んの神。あー、やっぱ来てる来てる。見えるからね。いや、さすがね、ここ、あの、ラインよりも上は見えるからね。全然敵が見えてるところまで見えてますからね、カズレがね。おー、どうー、イエーイ、外してる。そっかー、おめでとうございます。これで今日11ってことかな。ん、ん、
うん、1回は、うん、1回私が勝ちました。で、その時僕は負け、あ、僕もクリアしたけど、僕は1回で勝てて、うんうん、一応今度、まあ、もう1回再リスタートして、うんうん、で、勝ったっていうね、はい。それでいいですか、大丈夫ですか、1回の方は。いかないですか、すっきりします。うん、いや、まあ、でもまあコンティニューあったけれども、うん、ゴージャスさんが負けたとしてもコンティニューしてよかったんで、うん、それはコンティニューっていうか、まあね、1回からやり直してよかったんで、まあ、そう、うん、それはすっきりしてます。大丈夫、大丈夫です。気持ちいい感じで勝ってます。大丈夫です。いや、全然いいんだよ、全然僕は関係、全然いいと思いますけど。じゃあ1対1ということで。0.8 ぐらいします、今日は。今日はね、またほんね、調整していただきたいと思います。そんなルールだった。はい、ということで、我々のバズドラいかがでしたか。ね、皆さんもバズってみたらいかがでしょうか。うん、じゃあまた3回以降は自由になりますんで、はい、収録しない方がいいね。皆様、自由にください。ということで、ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。楽しかね。いやだなー。コーティングしてないんですか。コーティング1回からやってないんですか。2回はスッとした。え、やり直した。やり直して。やり直してクリアしたんですか。2回目はね。2回目ね。うん、うん、あとクリアしてないでしょ。あとクリアしてないでしょ。うん、例えばここにあれもう一回再スタートしてクリアしてるでしょ。うんうん、じゃあいいでしょ、大丈夫でしょ。うん、まあ、俺ぐんぐん言うからぐんぐん言うからちょっと考えるとなっちゃう。すいません。GM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン